回に分けて画伯に出展するのがね、2年、その第2回はすごい長かったんだね、画伯出展期間。本当だ、8年ぐらい、ね、8年くらい。2年やって、次8年やったんだね、4年あげて。で、今気づいた。うん、これさ、うん、ラーメン246店さんに行けない？もう存在したいこの昭和レトロな感じなの、この雰囲気だから昭和レトロな感じはずっと来た、うん、これを再現したい。居酒屋とかもあるよ、こういうね、うん、こういうコンセプトの居酒屋も多い、うん、ああ、また行ってみたいですね。昭和の街並みをあれした再現したい、うん、粘りがかんだね、ビニール素材で布ではない。あ、うわ、チャーシューって感じがするよ。うん、でこれで巻いた系な、うん、ちょっと巻いてみようよ。タコ糸がもったいないし、タコ糸も使えるやり方もくそうだね。そうなの、やり方なんかあるんじゃない。どこも声出すルクちゃんは上手いし、なんかちょっと見たことあるよ。これあれな、郵便の補足もこれできない。糸補足もできなくて、そうかゴムしかできない。こんな感じだよね。ゴムちゃん上手いし、戻る戻る、動かないように取ってほしい。まだ結構あるの。もう一回こっちか。しっかりしっかり肉が食い込むくらい。これでいいのかな。肉が締まって締まってる。押してみる。できるもん。ほら。どう。お、圧が違う。触った時の。あ、しっかりしてる。大事な作業だったんです。できた。できた。一出来上がり。なんてんな。さあ、なぜみんなライライブに行かないのか分かんない。あの麺に重宝だって。あの麺。さっき食った砂そば。これは砂そばが作ってるね。うん。里の空って言ったの、ね、米サンゴ、うん、この赤棒、あ、こっから、おー、すごい、ここからスタート。こっちからこっちで、あ、こっちからスタートだ。古代だ、こっちは古いだ。え、嘘、そう、切れすぎ。いや、え、こっちから行くんじゃないの。そんなわけない。これで掛け合わせて、掛け合わせて、こうじゃないの。そういうこと。そうか、そうだ。うん、なんかじゃあ赤坊主だ。赤坊主は今の塔で使ってやった。あー、そっか、日清製粉が最初使ってたんだ、赤坊主。赤坊主、うん、あ、赤坊主あるじゃん。群馬における主要品種だ。群馬の小麦といえば赤坊主。赤坊主と外来種、この外来種とか、うん、外来種とかの流れとかも。群馬だけどさ、掛け合わせたら福岡になっちゃったよ。この芝切りってのは福岡です。福岡の名称。あ、そうなんだ。福岡の名前か。トーナメント戦みたいです。面白いこれ。農林行ったらまた農林と言って、農林で。全部農林にしようやつ。だって一生小麦になって。これ近親配合だよね。だから全部農林軍団は一生小麦にしようやつされたけど、うん、この、うん、この小麦系に飲まれて西風小麦になる。ああ。そんな、ポンと。この合体と合体して。面白いね。人間と一緒だな。誰の群馬行って福岡行って、結構有名な近畿埼玉、こういう鴻巣25号と鴻巣、何代も前に結構意外な有名人がこうやっていらぶる。あ、
うだね。面白いね。あ、中村さん。ヘブンリーストライク。ヘブンリーストライク。天空落とし。面白い。天国の総撃。天空落とすもある。天空落とし。天空落とし。ポケザメ。これはポケザメ。あ、それかね、こんなインパクト。ついてきたぞ。違う。一玉入れて上下に5回振る、次にヘブンリーストライクで5回振る。天空落とすで5回振ったら肩にダウンする。次はどこを攻めますか。3時過ぎた。3時過ぎたんじゃない、このムロ、この下の状況。あれほど行列があった牛乳屋とかも今なら行列ないね。どこもやっぱ落ち着いたらやっぱ昼のあの時間帯が鬼だったんだね。まあでもぶっちゃけもうこの喫茶店とかさ、カレーが食える八ちゃんラーメンとか来てるよ。ああ博多豚骨。豚骨行く？豚骨行くんだったらあれでしょ、小紫でしょ。小紫の冷麺か。ちょうどそれだな、うん、冷麺まだやってるっぽいわ。ああ。もちろん2つ行く？ここでプリンだ。ここでプリン食べるの？クリームソーダとかプリンがミニラーメンと同じなんだ。確かにね。ババロアの、ババロアとかもいますよ。超ハイクオリティだったらいいけどな、うん、そこそこのもんなんだろうな。チョコレートバーの方が高いから、うん、400円どう？今すごい食いたいよ。ラーメン以外のラーメンにシストまで行った手前。さすが。さあどこ？紫か。冷麺っぽい。リュウシャンハイがちょっと評判悪くて、ラーメンで言ったりとか。ああそうだね。ああ小紫かな。はい。